付き合ったらすぐ、交際相手の家に行きたがる童貞諸君の皆さん、こんにちは、2ちゃん放送局です。大抵の女性は、普通の可愛らしいお部屋だとは思いますが、全員が全員、普通の部屋とは限りません。中には、彼氏には見せられない、という方もいるでしょう。今回紹介するスレは、そんなおうちデートの際に、禁断の扉を開けてしまった一致のお話です。どうぞお楽しみください。彼女、その部屋は入っちゃダメ。一致、ガチャ。別れる。NTR か。見てないけど。そっちの方がマシかもしれない。考える余地あるか。1台もらってもええか。彼女、いいよ、9万円ね。くさ、あ、本当に嫌なやつだ。ガチすぎて怖いわ。ガチで悩むやつやめろ。普通に別れるわ。人間性やばそう。有能すぎる。金策か見てで妻になったら助かるやろ。これ全部奪って売ったら大金持ちやん。Y の彼女も似たようなことやっとるわ。ディズニーの年パス買ってて、買い物代行やっとる。それは別に誰にも迷惑かけんのちゃうんか？仕組みあんまわからんけど。それはまだ人のためになってるやん。それは別にええんやない。金稼いでるってことやろ、ええやん。夢に出てきそう。現代の光秀の嫁さんやね。マルチとかよりよほど良いだろ。貪欲に金儲けする女と可愛い好みすぎる。先見の明がある有能、より好きになる。今後毎回おごらせるわ。割と本気で悩むレベルのはやめろ。これ系で初めてクスッときた。とりあえず1台もらってから考える。ガチ有能でくさ。さすがに引くやろなこれ。これはガチ有能や、むしろ褒めたたえる。ガチなんもんやめろ。1台買ってから別れるやろ。めっちゃ釣り上げられた値段要求されるぞ。これホームレス雇ってるレベルやろ。1台分けて。ゲーム屋さんなんやね。マジで性格悪そう。これは有能取得不だったら別れた方がいい。6万で売ってもらえませんか。でも恵まれない子供たちに無償でプレゼントしてるとしたら、そのまま付き合ってたら自分も転売されそう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。皆さんは、彼女の部屋にあったもので、ドン引きした経験はありますか？